せです。チャンネル登録者数がなんと40人になりました。ということでですね、今日は、伊丹駅にやってきました。今日は仲間も一緒です。どん、まるこです。お願いします。さあ今日はですね、まるこちゃんとどこに行くかというと、関西昆虫フェス2014に行きたいと思います。イエーイ。いや全く乗り切っちゃうやん。全く乗り切っちゃうけど昆虫ですもんね。すごい、まあ来る途中にまさかの網拾うっていう、すごいです。もう来るべくしてきた感じがあるんですけども昆虫フェスタって何なんですか？でなんか今からなんかみんなでセミ捕まえて、でその後なんかコース昆虫の料理を食べんねんて。昆虫を食べるんですよね。え、みんな美味しく食べるんですか？なんかめっちゃなるべく姿が分かるようにして食べるっていうのがモットーらしい。一番いい一番その取ったセミを食べるんですか？そう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 。料理内容、セミの子の燻製、ミールワームと雑穀のカナッペ、セミの子の天ぷら、クマセミのフリッター、セミクリームコロッケこれめっちゃしっくりきてるやろそれだけ一番美味しそうですね、それだけこれにします。何それ？めっちゃ美味しいです。合いそうこれだけで飲みたいこれだけで十分です。レモン、はい、あ絶対合う。合いますか？セミの天ぷらと合いそうや。スワンホール綺麗やん。めっちゃ綺麗。え、こんなとこで食べていけるん？めっちゃ綺麗ねんけど。たたたた、第4回関西虫食いフェスティバル、2時より公演会場3階多目的ホール、パーティールームやばい、すごい、すごい。え、食べれるかな？無理かもしらん。顔